上まぶたがたるみがちでしかも夕方方になると上まの上の方がへこんできます現在は資生堂のバイタルパーフェクションリンクリーフとディープレッチのホワイトファイブを使っていますがシワには効果はありましたがたるみやへこみにはあまり効果を感じられません目の上がふっくら膨らみ張りが出るようなクリームがあったらぜひ教えてくださいバイタルパーフェクションが一番いいと思うななぜかっていうとやっぱレチノール入ってるので張りが出るはずなんですよね ただやっぱりたるんでしまっているものだったら一度のやっぱ伸びたものをキュッとちっちゃくすることはできないので私は今使ってるのがベストだと思います上まぶた用であればあのエピスネームのものでもありかなと思いますけど張りを出すっていう意味だったらバイタルパーフェクションリンクルリフトいいと思います ニキビ肌にはヨーグルトを食べることは良くないんでしょうかえ高校生の息子が皮膚科の先生に言われたとか先生はどう思いますか乳製品はあのニキビを悪化するっていうのは分かってますね乳製品の中にやっぱりヨーグルトあるんですねで、ヨーグルトっていうのは乳製品の中でもやっぱり腸内環境を整えてくれるっていういい面もあるんですがやっぱり乳製品ということもあってニキビが悪化しやすいのでヨーグルトではなくやっぱり腸内環境を整えるっていうものを別のもので補ってえ乳製品を少し なくしていただくっていうのがいいのかなとは思います。 20代前半です。小顔目的で配布検討しているのですが、若いうちから配布を打つと、コラーゲンが縮みすぎてしまったり、かえってたるみの原因になると聞いたのですが、本当ですかそれはないです。よく最近聞かれるのが、配布を若い頃から打つと何かネガティブなことが起こるからっていうことをよく聞くんですけれども、それは基本ないですね。ちなみに20代前半で小顔目的で配布ではなくて、配布って引き上げなんですよ。 引き締めはどちらかというとサーマクールの方なので20代で小顔目的だったらサーマクールの方がいいと思います糖質を炭水化物を取らないでいると体に塩をきたすようなことはありますかめちゃめちゃあると思いますやっぱり糖質っていうのは体のエネルギー源なので枯渇してしまうと体のバランスの機能を崩します少なくするっていうことはいいと思うんですが全く取らないっていうことは特に女性は生理周期が乱れたりとかするので私はあんまりおすすめしてないです リップクリームについて質問です1日のリップクリームの使用回数は3回から5回にした方がいい夜は塗らない方がいい塗りすぎると自分の保湿力が低下するからというのを見かけました実際はどうなんでしょうかコロナ禍で時代も変わりマスクの中で乾燥するのに昔より唇の乾燥が気になります1年前にあげてくださったおすすめリップクリームの動画また更新あげてほしいです唇って起死線がないので自分の保湿力云々ってあんまり関係ないので私は塗った方がいい派ですね 最近のお気に入りは、このアユーラのモイストリップベールか、いつも持ち運んでいる、セキンレサちゃんが出した、コールバイアールのリップか、この二つが私のお気に入りです、最近。朝のスキンケアにメラノン CC の化粧水か美容液、どちらか一つ取り入れるとしたら、どちらがおすすめですか美容液です。朝、ビタミン C を入れたいので、美容液がいいと思います。まぶたの上のほくらがどんどん大きくなってしまいました。ほくら式が良くないと聞きますが。アイクリームはアイメイクをしても大丈夫でしょうかあんまり、 刺激をしない方がいいと思います早めに取った方がいいかもしれないですね美容皮膚科もしくは形成技科の先生に相談してみてくださいお尻の肉割れと座る部分にできる痛いニキビに悩んでいますそれぞれどんな治療が効果的でしょうか肉割れ っていうのは皮膚がねちょっと伸びて亀裂が入っているような状態なので保湿をしっかりしてあげるっていうことがポイントで肉割れが一回できちゃうとそれきれいに直すのすごく難しいのでできないように保湿をしてあげることで痛いニキビは圧出して排納した方がいいのかそれとも抗生剤飲んだ方がいいのかっていうのは見た方がいいと思うので必ず皮膚科に行ってください。 先日、母が肝臓を悪くして現在治療中です。治療は問題なく進んでいるんですが、横断があります。元気づけたくて化粧品のプレゼントを探しています。 顔色が見よく見えるようなものに何かおすすめありますか母は50代です。回答よろしくお願いします。ということですね。やっぱりどうしても黄断がある黄色っぽくなっちゃってるっていうことは、水分を入れて発色が良くなるだけでもちょっと香り良くなるかなと思うので、あれこれつけるの大変だと思いますから、やっぱシートマスクなどいかがでしょうかシートマスクでおすすめ、今パッと浮かぶとしたら、ランコムのジェネフィックアドバンスのバイオセルロースのマスクになります。でこれ自体はお肌の状態 を高めてバリア機能を高めながら水分補給をしっかりしてくれるっていうものになってヒット力がすごい高いものになるのでこれとかどうでしょうテンション上がるかなと思います。 私はうつ伏せ寝で寝る癖が全然止められないのですが起きたらうつ伏せになっちゃってる肌には良くないかなと気になっています何かできることはないでしょうかつぶせに寝るとですねシワとかの原因になってしまうのでできれば仰向けに寝た方がいいと思いますただどうしても寝返りを打つっていうのは人間ありますから動かないで寝るのもねやっぱ体痛くなっちゃいますからつぶせにならないようにこう枕を変えてみるとか目元がこう真っ暗になってないと寝れないのかもしれないんですからアイピローとかを置いてみるっていうのはいかがでしょうか ニキビ肌、ニキビ跡。 と今後肌のテカリに対し歯科成分とビタミン c どっちがおすすめですか断然ビタミン c だと思いますね歯科はどちらかというと炎症を抑えるものなんですがニキビの炎症はもちろんいいんですけれどもどちらかというと肌荒れとかの炎症というイメージですねあとはレーザー後のクールダウンとかっていうことなのでどちらかというとビタミン c の方がいいと思いますね虫刺されの痒み肌の凹凸は治りましたが髪が消えません赤みを早く消す いや何か良いものはありますかとイスお願いしますっていうこと虫刺されっていうのは虫に刺された後にそこに炎症が起こってしまって炎症が起こった場所っていうのはやっぱり赤茶色っぽく色が残るので炎症が起こったところの、まあ、色素沈着だと思いますなのでなるべく、まあ、ビタミン C もシかりあるブチンだとかトラネキサム酸とかそういう美白系のものを塗るっていうのが一番いいと思います。ピンセットででで角角栓栓取ることととはは良くなないと言いいい言まますすが角栓までスッキリみたいな洗顔との違いは何ですか 角栓まですっきりっていう洗顔は多分上までしか取れてないと思います。洗顔を全部根こそぎ取るっていうことは物理的な後方を取る以外はできないと思うのでシートマスクとか以外はこう洗顔だったら上の方だけだと思いますね。 生理、妊娠、更年期など女性特有の体調についてそれぞれのステージで大事な食事など正しい生活習慣を教えていただきたいです。すでに動画に上げてくださっていたら申し訳ございません。例えば生理中とかはホルモンバランスの関係でニキビができやすくなったりあと肌が荒れたりするのでそういった時って新しいスキンケアを使うというよりは生理が終わってからの方がいいですね。あとは絶対むくんだりとかはするのでそういった時にあまり塩分とかを取らないように。あと甘いものを食べたくなってしまいますが、えー、どうしてもそうな なるとさっき言ったそのホルモンの影響でニキビできやすくなるので気をつけるとで妊娠中っていうのはお腹が空くんですよで当たり前ですけどだからもうその時にはもうあんまり考えない方がいいかもしれないですもちろん生ものとかねそういったものは取らない方がいいし貝とかね食中毒を起こすようなものとかは控えた方がいいと思いますそれ以外別にお刺身も普通に食べても大丈夫だしお寿司も食べに行っても全然大丈夫ですしまあ、何事も取りすぎないということシミとかができやすくなってきますけれどももうこの時に何かあの アクティブなスキンケアをしても全くホルモンには抗えないですからやっっ治療が終わった後っていう感じですかね更年期になってくるとやっぱりイライラだったりとかいろんなところが乾いてきたりとかっていうこと妊娠をもうしないって決めるんであればお体ホルモン療法だったりとかあとピルだったりとかあとはあのミレーナみたいな子宮の中に薬剤が放出されるようなものを入れてそのホルモンバランスを整えるっていうようなこともあるのでそういった治療とか女性ホルモンが少なくなってくるとどうしてもコレステロール中性脂肪高くなり やすいですから甘いものを控える女性の場合は脂っぽいものよりも甘いものを控えた方がいいですねカルシウムとかそういったものも必要ですがビタミン d もしっかりとってあと運動をきちんとすることですやっぱり骨とか筋肉に負担をかけることで骨って丈夫になるのでウォーキングをするっていうことが一番いいと思います